あそこになんかお金はちょっと少ないですけど、あの日本のあのスキングを買いたいです。日本のスキング。そうです。例えばあの長さはあの180-230cmのスピニングは例えば4-5あの部分を割あの折りたためのスピニングがありますか。例えば横のバッグの中にあの、はい、その竿の方ですかね。そう竿です。そうそう。スピニングの竿。竿、はい、そうそう竿。で、長さが180から230まで、はい、230ぐらいですね。で、釣り物は、餌釣りルアーですか。そうですね、釣りの形はあのロックフィッシングかマイクロジグとか、はい、ウルトラライトの例えば結構柔らかめのフィッシングウルトラライトの。そうですね。まあロックフィッシュの竿っていうと短くなるものという条件ですと、はい、今この辺りがルアーで使える竿なんですよ。このぐらいですか。はい、で例えばこれ6フィート2インチ、まあ1メーター87。ああはいはい、はい、それを合わせます、それで、姉妹寸法こう短くした時のが31センチ。はい、31センチ。はい、でその使うルアーが、はい、7グラムまで、3グラムから7グラム。ああ7グラムまで、はい、はいはい。ですのでこの辺りでもちょうど釣り合いは取れるのかなと思うんですけど、はい、ああはい、短いですか。そうですよ、はい、持ち運びにはちょうどいいのかなと思います。でこうやって伸びる、はいはい、ああはいはい、この形が、そうそう、軽いです。はい。これ何グラムぐらいですか、その。竿自体が。そうそう、竿自体は。まあ、竿自体が85グラムですね。85グラム。おお、はい、軽い。軽いですね。そうです。やっぱりルアーの竿なので、はい、やっぱり、なんていうんですか、こういう餌釣りの竿と比べると、はい、ちょっと細めに打ってあるので、はい、軽いんですね。なるほど。はい。はい、そうですね。この3グラム、はい、3グラムから7グラム、7グラムまで、あ、そう合わせます。ここになんか 0.5 グラムから5グラムまでそのおそのまあその釣りしたいですの、はい、とあとまあロックフィッシングのあのに何だろうこのリードそのリードはどちらがいいですか、はい、その例えばこちらはあの8000円ぐらいですか。そうですね、税抜きで8000円なんですよ、はい、ですのであとはリードもいろいろ種類があります、はいはい、ご予算によっていろいろ変わってきます、はいはい、じゃ細い糸、はい、細い糸、まあその糸はどれぐらいの太さを巻きたいなという希望はありますか。特にあんまり書いてないですけど、多分まあ5グラムの、まで、はい、その重さ5グラムぐらいの。そうだからそうすると細い糸だと思うんですよ、はい、5グラムってすごい軽いですから。そうですね、ごめんなさい、どちらの国で。あ、ロシア。ロシア。そうですね、そうですね、大きな魚いっぱいそうですもんね。そうですね、そうすると、まあ本当ご予算にもよってなんですけど、こういう台輪ですね、はい、台輪でもこれで、4ポンド、約1号、4ポンドで100メーター糸を巻くことができるんですよね、はいはい、ですので5グラムぐらいのルアーでしたら100メーター、はい、4ポンドって太さで日本でしたら足りるかなと思います。ああはいはい、そうですね、4ポンドまで感じる。そうですね、はい、
あ、この名前はレブロスという。レブロス。はい。あ、はい。レブロス。なるほど。だからその糸をどれぐらいの太さのものをどれぐらい巻きたいかというので、はい、糸の太さ、まあ、リールの大きさ自体も変わってきますね。はいはい。はい、なるほど。そうですね。あと、まあ、リラは、まあ、どちらがいいですか、そのリラ。メーカーですか。そう、メーカー、メーカー。メーカー、メーカーですと、まあ、日本でやっぱり有名なのが、ダイワかシマノ。シマノ。ええ、はいはい、有名ですね。はいはい。そうですね。その、まあ、友達は、日本のブランドが好きですから、はい、こちらも日本のブランドですか。もう日本のブランドですよ。まあ、作ってるところはやっぱり中国なんですけど、ただ日本の、エイテックという、はいはい、メーカーが作ってますんで、はいはい、エイテックというところで、はいはいはい、なるほど。あと、このマイクロジグの 0.5g のジグヘッドか、はい、あと 1から2インチぐらい、そういうタイプのありますか。マイクロジグと一応この辺りなんですよ。はい、でまだうちも種類はそんなに、まあ、5g とかちょっと、ね、うん、そうですね。この 0.5g はないですか。0.5g って多分こういうののことじゃないですかね。そうそう、そういうこと。ヘッドは 0.5、はい、結構小さい、小さいな。そうですね。